はい、皆さんお疲れ様です。榎本晋作です。で、今日もですね、学生の質問に全部答えるシリーズのですね、シーズン2の、シリーズ2という形でお届けできればと思います。まあ、ややこしいので少しだけ説明させてください。シーズン2っていうのは、一応去年をシーズン1として、まあ、4月から新年度ってことなので、シーズン2という形にさせていただいてて、で、これ2回目の講義でもらったものになりますので、シリーズ2という形になります。で、これですね、一部ですね、私が担当している学校以外のところからもらった質問も含んでますが、まあ、原則学校だけっていうふうに考えておいてください。ですね。で、これ、AI とマーケティング界っていうところになります。なんで、今回は AI に関する質問か、マーケティングに関する質問、もしくは僕に関する質問とか、まあ、その辺が多いんじゃないかなっていう予想で今、お届けしております。じゃあ、行きましょう。榎本先生に聞きたい、伝えたいっていうところからですね、第1シリーズ、お届けします。1つ目、人脈を広げられるチャンスが近くにあるが、どのように踏み込めばいいか分からない。先生ならどうしますか？近くにあるんですよね。どういうこと？これ近くにあるって。例えば、なんか、なんだろう、まあ、このイベント行きませんかって誘われてるとか、まあ、僕だったら、そうですね、食事会の、まあ、公開募集とかしてたりもするんですけど、そういう話なのかな、これ。で、どのように踏み込めばいいかわからない。難しいな、これ。ただ、一つだけお伝えすると、僕も似たような経験は結構あって、なんだろう。行きたいんだけど、なんかちょっと、あれだなっていう時は多分あると思うので、そういう回数を2、3回ぐらい重ねていくっていうのがすごい大事だと思って、で、それで4回目ぐらいにちょっとこれポチッと押してみようかなっていう感じになっていくのが大事だと思います。で、なんか自分なんかが言っていいのかなって結構思う方も多いと思うんですけど、僕もまさにそうでした。ただですね、結論から言うと、それを思ってしまうとなかなかもったいないなっていうのと、人と出会うこととか、人と会って会話をすることもスキルの一つだと思ってますので、そのスキルは回数を重ねることで僕はアップしていくものだと思ってます。もちろん、それを会話術の学習とかそういうのもあるんですけど、原則としては打席に立ってやっぱり何回かやっていくっていうのが大事だと思うので、そういうことをすごく考えて、まあ、1回目失敗してもいいよぐらいな気持ちでいくのがいいんじゃないですかね。個人的にはそう思います。あと、人脈広げるっていう視点はあんま良くないかなと思って。ごめんなさいね、これ僕、人脈って言葉があんま好きじゃないっていうだけなんですけど、なんかね、人と会って楽しい時間を過ごすとか、素直に悩み聞いてもらうとか、そういう話にした方がいいと思う。なんか、その人脈っていうと相手が道具みたいになっちゃうので、この考え方はちょっと僕は、まあ、好き嫌いの話になっちゃうんですけど、そこまではもうお勧めしないかなっていうふうに思うので、人脈を広げるっていうよりも、人と出会って、自分の力も高めるし、相手も楽しい時間を過ごすっていう、そういうふうに考えていただけると僕は嬉しいです。それはあくまで僕の価値観なので、そこは、ご容赦ください。じゃあ、次行きましょう。はい。ドバイエキスポで一番印象に残ったことは何ですか？なるほど。それで、僕、先月実はドバイエキスポの方に行ってたんですけど、一番印象に残ったこと、まあ、いっぱいあるんですけど、分かりやすいところで言うと、やっぱり宇宙のことですね。アメリカとインドと中国のパビリオンが全部テーマ宇宙だったんですよ。で、ロシアは行ってないんですけど、おそらく宇宙だったんじゃないかなって個人的には思ってます。なので、まず世界がまず宇宙という視点を持ってること。なので、今回のですね、私の講義、宇宙というテーマも入れさせていただいたっていうのは、そういう背景にあります。あとですね、やっぱパビリオンで一番良かったのはスペインなんですけど、それはまた授業でお伝えします。この動画でもどっからお伝えできればと思うので、まあ、どっからお伝えできればと。で、ちなみに今日の夜ですね、まあ、今日ってもう配信しちゃってる時は明日かもしれないんですけど、ドバイの報告会やります。で、その資料はあるんで、僕どっから YouTube で流せればっていうふうにも考えてます。じゃあ、行きましょう、次。宇宙人はいますか？ああ、これ、どうなんですかね。わりかし人間に近い生物はいると言われてるっていうのも聞いたことがあるので、一概にいないとは言い切れないと思います。次、感想が多いな、これ。わかりやすく楽しい授業でした。授業楽しいです。楽しかったです。今日も楽しい授業ありがとうございました。こちらこそそういう感想ありがとうございます。ですね、僕も本当にこの、まず前提が楽しいっていうところがあるんですよ。で、今年は本当に僕は授業のエンタメ化っていうのをすごい考えてます。もうね、あの空間がまず楽しい、そして力も伸びちゃうみたいな、そういうですね、まあ、エデュテイメントって、エデュケーションとエンターテイメント合わせた言葉があるんですけど、そういう空間にできればなって考えてるので、こういう意味では嬉しいです。
ちょっと次回からアンケートで、その何点かっていうのと、楽しかったか楽しくなかったか普通かみたいな、そういう欄も設けましょうか。ちょっとそれ考えてみます。あ、そうですね、まず感情ファーストでいきましょう。じゃあ次、どうしたら鬼のメンタルにできるのですか。鬼のメンタルってまず何かを考えたいな。鬼メンタルってことは、要はなんか強心臓みたいな話ですよね。まあ何にも起こさないみたいな。で、多分これ僕が滑りまくっても絶対諦めないみたいなこと授業中言ってたから、そういうことなんだなっていうふうに思います。どうも僕鬼メンタルじゃなくて結構メンタル弱いんですよ。だから人のリアクション気にしちゃったりするんですよね。本当に鬼メンタルだったら自分が滑ったかどうかとか相手のリアクション気にせずにガンガン行くんで、全然鬼メンタルじゃないっていう前提を、共有させていただければと思います。まあその上で一つお答えするのであれば、やっぱり回数の問題だと思いますよ、僕の場合は。ありきたりですけど、やっぱその回数経ってるんで、教団に。もう教団に立った回数ってもう数えきれないんですよ。もう100は楽勝に超えてるっていうと、あと研修講師やった回数とか、セミナー講師やった回数も、なんだろう、すべて総合すると僕、500、600、700は超えてると思います。1000いってんのかな、わかんないけど、数えてないんで。っていうのが一つ。まず一つ。二つ目。これすごい大事かなと思うのが、僕、実は動画見返したりとかしてるんですよ。要は自分客観的に見るっていう話ね。だから別にちょっとこれ普段の生活でできるかどうかわかんないんですけど、自分客観的に見るような方法を何か、持ったらいいんじゃないですかねっていうのと、あとなんか他の人がプレゼンしてるとか見て、あの人でもこんぐらいできるんだったらみたいなこと考えておくといいんじゃないですかねって思いますが、そんな感じですね。鬼メンタルではないです。そこだけご注意ください。じゃあ行きましょう。次。いつかご飯行きたいです。私もご飯行きたいです。連絡くださいって。本当にね、何人か連絡くれてるんですよ。で、もう本当に昨日もね、実際学生一人とご飯行ってきて、僕の友達二人なんで合計4人で行ってきました。で、なので、行ってくれれば全然、セットアップするんで。でもね、そう言うとね、またね、これ注意しなきゃいけないんですけど、そういうチャンスに乗っかりやすい性格の子ばっかり来ちゃう可能性があるんで、ちょっと気をつけなきゃなと思ってるのが、なんだろう、なんか一概にこっちが DM くれって言ったって人が動くかってまた話別だと思うんで、僕そこ、ちょっとそこ考えなきゃなって正直思ってます。まあ、なんで僕がご飯をおごるのにここまで考えてんだって話もあるんですけど、まあまあ、それは一旦置いときましょう。はい、まあ DM くれると嬉しいんですけど、なんだかですね、僕もなんだろう、じゃあこの日、皆さん、抽選で、3名、募集しますみたいなこと、まあ、何回か企画できればなと思います。ちょっと僕最近ですね、バタバタしてるんで、ごめんなさい。大丈夫です。もうね、4月も2組ぐらい決まってるんで、それでですね、まあ、5月ぐらいですね、5月、6月いければ、はい、と思います。まあ、授業終わってからでもいいし、何でもいいよ。はい、というわけで、いつでも、門戸は開いてるというものでした。インスタとかでメッセージください。いや、ツイッターとかでね、LINE でもいいや。はい、じゃあ、それ次行きましょう。食事会がある際はもう少し早めにアナウンスしてもらいたいです。はい、なんでだろう、怒るのに僕がご馳走するのにこういう言われ方しちゃうのかなっていうのもあると思うんですけど、まあ冷静に一つ考えると、確かに直前でね、募集しますって言っても予定空いてねえよっていうのはあると思うので、それは確かにそうだなっていうのを今言われて気づきました。まあ別にあれだ、授業かそうだな。どうしようかな。なんか、そうっすね。月末とか中頃に1回ずつやるよみたいなアナウンスどんどんしますか。そこまでして食事会やる必要あるのかなっていうのもあるんですけど、まあまあ、それね、なんだろう。僕も大人なんで、ね、やっぱり皆さんのですね、声を聞かせていただくっていうのはすごい大事かなと思いますんで、どっかで、その場を設けたいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。毎回テンション高くて眠くならないので楽しいためそのままお願いします。とても分かりやすく声が大きかったので聞き取りやすかったです。 ありがとうございます。はい、ちなみにこれ誤字脱字とかないんですけど、コピペでそのまま貼り付けてるんで、たまに変換が間違ったりとか、あと言葉が足りない時あるかもしれないんですけど、それごめんなさい、リアル感出すためにそのまま、出しております。別にね、スマホで打ってるのが文字だ間違いなんて僕もよくあるんで、それ気にしないでくださいっていう話なんですけど、一応これね、見てる方のためにですね、一応そういうところだけ、お伝えできればと。でこれ、一応フィードバック、教育関係者の方も見てらっしゃるので、その関係のフィードバックもさせていただければと思います。ですね、テンション高い
ので眠くならないっていうのはありがたいフィードバックです。ただ反面、ちょっと昨日の講義に関しては抑揚が少なかったかなっていうふうに個人的には、動画見返して思いました。なので、ちょっと緩急もうちょっと入れなきゃなっていうふうなのは僕自身反省してます。で、これは教育関係者の方にもお伝えしたいんですけど、やっぱね、その、200人ぐらい講義で撮ってると、やっぱ距離感大きいんですよ。なんで、ちょっとテンション高くするぐらいがちょうど良かったりもするので、まあ、やり方はそれぞれなんですけど、普段よりも少しオーバーリアクションの方がいいと思ってます。それはオンライン講義も同じこと言われますよね。なんで、僕はそういう風にしてますって話。で、もう一つが声が大きかったっていうところなんですけど、これどういうことかっていうと、僕がたまにマイク使わないで喋ってるんですよね。で、要は、マイク使うとちょっと単調になっちゃうんですよ。どうしても。なんで、和田アキ子さんの、実は、紅白の動画からヒントを得たんですけど、昔のね。動画じゃない、ライブで見てたんだ。そこからヒントを得たんですけど、一回肉声に変えて、またマイクに戻すみたいなことやってると、少し緩急がつくっていうのが分かったのが一つと、あとですね、僕これ、地声が大きいので、カフェとかでよく怒られるんですけど、これだけは役立ってるなと思って、こういうですね、なんだろう、自分のある種ね、弱点となる時もあれば、利点となる時もある、大きくするトレーニングが一致しました。まあそういうところをちょっとお伝えできればと思います。次、先生の過去の恋愛話気になりました。一回ちょっと、この人の学園にあんままだ言えてないんですけど、先生やめよう。榎本さんにしよう。まあどうせ裏で榎本とか榎本とか言ってるんだろうから、それでいいんだけど、先生って言われるのあんま好きじゃないんですよ。なんか別にそんな偉い人間でもないので。まあそれは置いといてですね。過去の恋愛話気になりました。なるほどね。これどうしてこんな話が出てるかってとこからシェアさせてください。僕ですね、実は昨日 AI の講義だったんですけど、恋愛を例え話にして AI の機能みたいなことを説明したんですよ。会話系 AI だよねとか、実行系 AI だよねみたいなところを恋愛話に例えて全部お伝えしたんですね。で、その中でですね、まあ、単調に AI の話しても面白くないので、ところどころ恋愛話及びその恋愛の事例が僕だったんですよ。僕とロボットの恋愛っていう。その関係でね、雑談みたいな、まあ、関連話なんです。関連話も恋愛話っていうのがあったっていうところなんですね。はい。そういうふうにしてですね、なんだろう、まあ、コミュニケーションって言ったらあれですけど、ある程度自己開示みたいなことしてった方がいいのかなと思ってやってるところはあります。っていうのと、あとこれですね。これ答えてないな。恋愛話気になりました。別に大した恋愛してないんですけど、なんすかね。そのネット上に僕の恋愛探されたら嫌だよねとか、そんな話してたんですけど、大した恋愛はしてません。最近やってる本当になんだろう、バッタバタしてるんで、恋愛してる暇もないっていう感じになってるんですけど、なんだろう、それ言い訳になるんで、36歳独身、ちょっと頑張ろうと思います。はい。はい。次、先生ってお金持ちですか？どうだろう。これどうやって答えればいいのかな？僕、自分で給料決められるんですよ、実は。要は会社作ってるじゃないですか。で、会社から給料もらってるんですね。で、社長って基本的に、社長ってことじゃないんですけど、一応役員って基本的には最初に給料決められるんですよ。最初に決めなきゃいけないの、4月に。まあ、期の初めだから、うちだと5月の初めか。5月の初めに決めなきゃいけないですね。というところであります。なんで、別に金持ちではないです。全然普通っす。てか、僕、基本的に4割ぐらい、キャッシュになる仕事してて、6割ぐらいは、なんだろうさ、キャッシュにならないってあれですけど、まあ、好きなことやってる感じなんで、実は仕事と正しい仕事って、全体時間の4割ぐらいしかしてないんですよね。まあ、時期によりますけど。まあ、あとは研究活動したり、勉強したりとかしてたりの、あとなんか、なんだろう、高校生に授業してたりとか、それ1円ももらってないんで、全然。まあ、大学の方やって、ぶっちゃけ楽したらもっと短くできるんですけど、まあ、これだけ時間かけてっていうところはそういうところだと思ってください。皆さん、よく見てください。僕はこれだけ時間かけてるってことは、その時間の収益を使って、収益を別のところで補填してもらわなきゃいけないっていうぐらいの状態なので、本当に金持ちになろうとしたらこんな動画撮ってませんっていうところだけ、お伝えします。ちょっと濁してるよね、答え方。まあ、ちょっと YouTube であんま痛くないんで、直接聞いてください、これ。はい。次行きましょう。プライベートの話をたくさん聞きたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。全然いいっすけど、授業中に言えばいいのかな？授業中プライベートの話いっぱいするっていうのはあんまり利点だとは思わないんですけど、まあ、なんだろうね。まあ、お互いにね、直接会話する方が楽しいんで、みんなでね、ご飯でも行きましょう。はい。でもまあ、なんだろう。単調な話はつまんないけど、雑談だけにしても意味がないので、ちょっとその辺はうまく緩急とか絶妙な頃合いを見つけられればと思います。はい。じゃあ次。
パソコン、スマホでこれ使った方がいいよってものがあったら教えてほしいです。ないです。ごめんなさい。自分の使いやすいもの使えばいいんじゃないかなと思うんですけど、僕は、わりかしアップル製品に全部統一してますね。深い理由ないんですけど、その2000プレーンぐらいからずっと Mac 使ってるんで、Mac、iPad、iPhone って感じですかね。そういう感じで使ってますけど、パソコン、スマホ持ってんのかな、この方は。一つお伝えすると、もう最近ね、動画の処理とか多いんで、わりかしそのメモリーと、その入る容量ギガ。あれは大きいもん買った方がいいんじゃないかって個人的には思ってるんで、メモリー8以上みたいな。8メガバイトか忘れちゃったけど、8MB か 16MB ぐらい。それぐらいあるといいんじゃないですかねと思います。なんで動画編集に頼れるパソコン、ちょっと高いけど、分割でもそこは頑張った方がいいんじゃないかなと思いますね。パソコンのね、その業務処理スピードっていうのは、そのまま、年収とか、時給とかで働いてる場合は、作業時間あたりの、収益モデルにつながるんで、まあ、単純な話、じゃあ、一つの文章を書いてお金もらえますっていう話になったら、じゃあ、3000文字書いて1万円ですって言われた時に、それを1時間でかける人と30分でかける人だと全然時給違いますよね。だって30分で3000文字で1万円って言われたら、これ時給2万ですからね。そういう話。まあ、文字をタイピングするだけではないんだけど、もちろん。ただそういうのは結構大事なんで、パソコンはスペックの高いものを買った方がいいと思ってて、僕は結局 Apple 製品ばっかり今買ってるのはそういうところで、他のに変える予定は今のところないっすね。まあ、将来的にはわかんないですけど、そんな感じです。次、ゼロワンの結末について。はい、ゼロワンの結末についてですね。はい。これ仮面ライダーゼロワンの話してたんですよ。AI の話でよく出てくるんですけど。2年前の仮面ライダーって実は AI がテーマだったんですね。で、あれ国立情報学研究所っていうところが監修してるっていう話なんで、結構よくできてるなって個人的に思いました。で、結末についてなんですけど、ごめんなさい。特にコメントすることはないっすかね。正直に話言うと、あんま覚えてないっす、結末は。ただ、なんですかね、途中から、いい方面になったなっていうのは、愛ちゃんっていう友達 AI 作り始めましたよね。あれいいなと思ってて、要は、人間とロボットの関係、人間と AI の関係を作っていくっていう考え方って、割と日本が進んでる分野らしいんですよね。これヒューマンエージェントインタラクションっていうらしいんですけど、詳しくはドラえもんを本気で作るっていう紹介した本を読んでみてください。なのでそういう展開に持ってったのはすごいいいなと思ってました。まあ、最後ではないんですけど、そういうのはすごいいいかなと思って、カメラ01見てましたね。僕昨日ペットロボット持ってたんですけど、ちょっとインターネット回線がうまく繋がってなくて使えなかったんですけど、彼と僕との関係っていうところは今自分が身をもってやろうとしてるところです。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ドラえもんや恋愛に絡めて授業をしていただいたので、わかりやすかったし楽しかったです。ドバイのウーバーイーツのようなものの話も面白くて、海外に行っていろんなものを体験したくなりました。いいね、こういうの好き。ですね。まあ、ドラえもんや恋愛に絡めて授業したっていうのは、なんすかね、AI ってどうしても専門用語多くなったりとか、つまんないんですよ、話として。で、それを分かりやすく説明するっていうんだったら、例えバージョンが早いかなと思って、なんで皆さんに身近なドラえもんという、話と恋愛というツール2つをですね、活用して授業させていただきました。でですね、これ、後半側がすごい大事だなと思ってて、やっぱ海外に興味が出るっていうのはすごい大事なことだなと思ってて、それは僕、素直にこれ読んでて嬉しかったです。それ僕の持論なんですけど、なんとなく海外行かなきゃなっていう強迫観念で、よく留学とかね、あと今後のキャリアとか日本の未来みたいなこと言われるとこもあるんですけど、なんすかね、知らない世界って楽しいものだと思うんで、それになんか興味持ってきっかけさえあれば行動っていうのは変わってくるものだと信じてますので、その一端を担えればと思って僕自身授業させていただいてるとこあるんで、こういう意見もすごい嬉しいですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、これ長いけど、読もう。恋愛話が私はとっても好きなので、非常に楽しく理解できた授業でした。AI と聞くと難しいなぁと思い、理解しがたいと思ってしまいました。
なので今回の授業も難しいんだろうなと少し憂鬱でした。しかし、やはり榎本先生はとても分かりやすく楽しく授業してくださるので、今回も非常に有意義な時間を過ごすことができました。ありがとうございます。みんな榎本先生みたいな人だったらいいのになと思います。はい、恐縮です。でも、僕が全員だとちょっと大変なことになると思うけど、はい。あと、先生がとても可愛くて、個人的に大好きです。ありがとうございます。ですね、なんすかね、可愛いって言われるのは、まあ、嫌いじゃないので嬉しいです。はい。で、何を言ってたんですか？はい、これですね、別に自己満で紹介しててもしょうがないので、結構、気をつけなきゃいけないなと思うと、お伝えできればと思います。僕が扱ってるテーマ結構その理系してるような単語が多いので、結構皆さんとっつきにくいのも多いんですよ。だ AI だし、次回は NFT だし、ブロックチェーンだし、メタバースだし、VR だし、あとデジタルヒューマンもおそらく出てくると思います。って聞くと、なんか、よくわかんないってなるじゃないですか。一回デジタルヒューマンをテーマにインスタライブしたんですけど、もうね、難しい私にはって感じで、そこに逃げちゃった人もいて、っていう状態なんですよ。で、そういうね、とっつきにくそうな単語っていうのは、みんなもそう思ってるので、逆に言うと、それがとっつきやすい状態で自分ごとできたら、割と他と差別化できたりとか、自分自身のキャリアが広がったりとかするなと僕自身思ってるので、キャリアとか人生ね。そういうところを、重視してます。なのでですね、難しいテーマを取り上げても、難しいことは言いません、一切。そして全部理解しようとするっていうよりは、最後に出る課題を自分ごと化して解ければ OK のように全部設計してますので、まあね、皆さん難しいと思ったら僕のせいだし、課題やっても力つかなかったっていうのは僕のせいだと思ってください。まあそれぐらいの気持ちでいてくれて大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。はい、血液型何型ですか？O型です。あ、僕本当普通の人で右利き大型だから結構マジョリティですよ。割かし変わってる人間みたいなこと言われるんですけど、全然そんなことないです。割とデータ的にも普通な人間だなと僕は思ってます。次、就活において大事なことは何ですか？僕就活してないからな。ただ昨日もまさにその就活話になったんですけど、やっぱり言ってましたね。人と会うことだっていうのはすごい言ってました。業界の人。で、業界の人とコネクション作れると、すごいいいよねって話にもなって。で、コネクションっていうと人脈って話よりも、グループメンバーになるみたいな話。そういうのはすごい大事かなと思うので、例えばコスメ好きだとするじゃないですか。じゃあコスメとか、が好きですみたいな話言ったら、コスメ好きの集まりとかじゃないんですけど、そういうところに積極的に参加してみるみたいなところが意外と大事なので、就活っていうゲーム通りにやってしまうと、どうしても、実力者になってしまうんですよ。で、この実力っていうのは何かっていうと、ゲーム攻略力だと僕は思ってます。つまり、就活というゲームでエントリーシートをうまく書けるとか、ガクチカが揃ってるとか、そういういわゆる就活で評価されるようなポイントの能力が高い人、SPI で高得点取れるみたいな、そういうところの能力だけで戦ってしまうと、どうしても強い人とか、社会適応能力高い人っているんですよね。それじゃなくて、むしろそういう人たちが苦手としてる領域のところで先に動き出しておくことがすごい大事だと思って、だからこそ、じゃあ200人のうち僕とご飯できる人が2人3人でしたって話になったら、その上でね、もう社会人と会ってどうのこうのできる力があるって話になったりもするわけですよ。で、例えば、学生が一人で、いわゆる社会人の、まあ、ちょっと変わった人たちがいるようなオンラインサロンがあるんですけど、そこのオンラインサロン入りましたと。で、そこで、まあ、いろんな人から話聞いて情報戦を得て、で、実は関係者として採用されましたみたいな話もあるんで、まあ、つながりとかネットワークって結構大事かなと思ってるんですが、まあ、そこにおいてですね、もっと大事なのは、みんながやってるゲーム以外のことをやることだと僕は思ってます。そう、だから就活でインターンしなきゃ、学知化作んなきゃみたいなところでやってると、なんか厳しいんじゃないですかね、逆に言うと。だってみんなやるんだもん。だからみんながやんないことをやった方がいい。だから好きなことを突き詰めた方がいいっていうふうに僕は言ってるっていう話なんですよね。っていう話です。これはもう一意見として聞いておいてください。次、個人的な要望ですが、インターンや就活についてお話しさせていただきたいです。お話しさせていただきたいです。
あ、これしたいって話、お話を、あ、僕と話したいってことだよね、多分これ。あ、そうそう、みんなの前で話したいって話ではないよね。うん、あ、いいっすよ、全然。あの、ただ、あの、どっちもあんま強い分野ではないので、あの、うん、まあ、ただあれですね、あの、知り合いから聞いたりとかして、あの、とか、まあ、あとあれですね、昨日とかなんか、あの、その就活に詳しい方と一緒にご飯食べながら、あの、学生たちと一緒に、あの、なんかいろいろ話したりしてたんで、あの、全然いいっすよ、この辺は。はい、で、個人的な要望ですがっていうのは、これらで直面でくれていいよ、全然。うん、そういう話。はい、じゃあ行く。インスタグラム拝見しました。ありがとうございます。私の知人と少し似ています。本当、どんな方ですかね。今回、オンラインサロンについて、興味を持ちました。ああ、はい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 。オンラインサロンを立ち上げてみたいなと思ってますが、経営含め自分がオーナー、社長になる上で必要なのは人脈ですか、それとも愛嬌ですか。まあ、人脈って言葉使ってる時点であんま人脈できないんじゃないかなと個人的には思ってるんで、最初も言いましたけど、うん、愛嬌は大事だと思う。昨日もその話してたな。うん、愛嬌って大事らしくて、僕はあんま愛嬌ないんですよ。もう可愛げもないんですよ。結構逆らうし、うん、だから人から可愛がられる力っていうのはすごい大事だなと思うんですが、僕はそんなことよりも大事なのはミニマムスタートできるスピードだと思ってます。うん、だからオンラインサロンというとオンラインのなんか空間とかになって、なんかコミュニティみたいになってお金もらってみたいな話になっちゃうと思うんですけど、だからサークルとか部活とか立ち上げるような感覚とあれ一緒なんで、そういうところスモールスタートできたりとか、あと興味持ったんであればそれに関する本一冊読んでみたりとか、その反射神経スピードの方が僕は大事だなって個人的には思ってるんで、そういうこと。だからオンラインサロンの主と話してみたいみたいな感じで、なんかその、なんか就活 OB アプリとか、あとはなんか今だったらバーチャルランチクラブとかそういうのがあるんですけど、そういうアプリ使って、なんかあの、オンラインで会ってみたりとか、そういうことするのいいんじゃないですかね、と思います。はい、次、AI について教えてっていうところなんですけど、これちょうど、26分なんで、次の動画に回したいと思います。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。では、次の動画でお会いしましょう。ではでは。